1989年制定の愛媛県章、愛媛県章は日本の都道府県の一つ、愛媛県の県章。現行の県章は1989年に制定されたものであるが、口述のように現在はほとんど使用されず1952年制定の愛媛県期で代用されることが多い。過去に制定されていた2種類の旧県章についても、ここで解説する。 愛媛県庁舎本館中央正面。玄関上部に県庁が配されている。デザインは福田茂雄が手掛けた。配色は赤が太陽と県嘩みかん、緑が石槌山に代表される自然の恵み、青が瀬戸内海の恩恵を表し、県民の健康で明るい未来をイメージしている。広告により配色が定められているが、宮城県省や福井県省と同様に、 印刷媒体では白黒で使用される場合が多い。1989年に現行の検証が制定された際には新しい検証の普及を目的として、検器と併用する形で白地に検証を配した検証機が制定され、愛媛県庁舎本館や県の施設に掲揚された。しかし、この検証機は百九十九年五月十一日に検証の普及、 定着により、役割を終えたとして廃止されている。現在は、県庁舎本館や愛媛県歴史文化博物館など、県の施設の玄関部分、県職員が着用するバッジなどに、県賞が用いられているが、ほとんど新規に使用されることはなく県の公式サイトや、日本郵便発行の郵便番号を、全国知事会のページでも県記のみが紹介されている。そのため、 現在では一般に、検証を目にする機会は、県の施設や、道路上のカントリーサインなどごく限られた範囲に、止まっているが、検証を定める広告は、現在も廃止されず、県法規集に掲載されており、なお効力を有している。県の説明では、県機を優先的に使用する理由を、検証より長く使われているためとしているが、特に希望がある場合は、検証の使用に応じるとしている。 現行の検証が制定される以前には、以下の2種類の検証が使用されていた。初代愛媛検証初代の愛媛検証は、感染、第28代知事の古川静雄が着任して間もない1937年10月に制定された。一般公募で寄せられたカタカナの愛媛を縦に並べて円形に図案化したデザインを採用したもので、現在でも、 稀に古い排水口の蓋でこの検証を見ることができる。ただし、この初代検証は遅くとも1960年代には使用されなくなったようでこの頃の文献には検証の欄に未制定と記載するものが見られる。二代目愛媛検証二代目の検証は1973年の愛媛県成立100周年記念行事の一環として、民選第七代の白石春吉事が温度を取る。 形で工房を実施し、採用されたデザイン案をもとに、同年2月20日、県民歌愛媛の歌と同時に制定しこの日を、愛媛県政発足記念日と定めた。ひらがなの絵をもとにしたデザインで丸みを重ねた部分は、県民の和と郷土愛を、鋭角と結びの部分は、県の若さと飛躍発展を表している。しかし、 白石知事の引退に伴い後継者となった民選第11から13代の伊賀ただし、雪知事は就任後に白石前知事と対立を深め、県政からの白石色の一層を起として1989年11月1日に現行の憲章を制定し、2代目憲章を廃止した。そうした経緯のためか、1999年1月の知事選において伊賀知事が落選し、 加藤も幸が民選第14代知事に就任して以降は現行の検証もほとんど使われなくなっている。ありがとうございます。